スピードスケート全日本距離別選手権第2日24日長野市 M ウェーブ男子1000メートルは新居浜拓也24イコール高崎健康福祉大学イコールが国内最高の1分8秒53で2連覇を飾った。500メートルが主戦場だが22年北京五輪に向けて2種目でのメダル獲得の期待を抱かせた。日本記録保持者の山田翔也24イコール日本電産三強は0秒24差の2位。女子1000メートルは高木美帆26イコール日体大食イコールが大会新記録の1分14秒21で4連覇を達成。小平奈緒34イコール相沢病院イコールは1分15秒62で2位だった。新居浜が1000メートルで進化を証明した。600メートルを41秒47とスピードに乗って通過すると最後のカーブも力みのないフォームで滑り抜けた。1分8秒53で国内最高を0秒09更新。初日に得意の500メートルで出遅れて3連覇を逃した。悔しさを晴らし 100% で突っ込んでもその中で力を抜いて最後まで足を持たせることができた。まさか国内で8秒台が出せるとは。成長を感じたと右拳を握った。主要国際大会に初参戦した2期前に日本勢初の33秒台をマークするなど 500m で規格外の滑りを見せてきた。 1000m は課題とされてきたが2月の世界選手権ノルウェーの1本目で全体1位の1分8秒28を記録。日本男子2人目のスプリント部門総合優勝の要因となった。楽に滑って、でも最後までしっかり足を動かせた。当時掴んだ感覚は今季初戦でも失われていなかった。北京五輪は500メートルで金メダルが期待されている。今の段階では500メートルで勝負したい思いがすごく強い。500メートルを速くするために1000メートルを速くしていく必要がある。本命種目に生かすためと位置づけるが、今回の記録は18年ピョンチャン五輪で4位に相当。2種目でのメダル獲得が視野に入るプレシーズン幕開けとなった。